次は、このロールターンと同じような技でバックターンというのも紹介します。でこれは僕らが使い分けているのは、バックターンといったらドリブルから次の逆の手でボールを迎えていくターンを、これは僕らはバックターンと呼んでます。その同じ手でこう回るのをロールターンと。今からじゃあ練習してみます。ドリブルしていって、相手が来たら逆の手で打ち返してターン、ターン、ドリブルしていって、はい、バックターン、よいゴー、逆の手で、そう、また逆の手、そう、素早く、そう、顔を上げてね、そう、上、かわすときにまず下見ちゃって、でするときにまた顔がもう向こう向いてって、ずっと向こうが見えてないから顔は進む方見るでしょ。で回った後も進む方見ること。でこのボールは前まで出ちゃってるとそれだけ危険になるから、持ち帰るとき。だからバックターンのときはボールの前に体を入れて、次ボールがこう一回も電車の前に出ないように、体でボールを守る。ドリブルしてたらちょっと前に出て、こういうふうにすると大きくいかなくて済むし、バランスも崩さなくて済むし、相手ももう取られにくくなるから。大丈夫だよ、いゴー、見せて、そう、顔上げろ顔上げろ、顔前見てないぞ、そう、前見てないぞ、前見て前見て、そう、前見て前見て、ついたボールを次の手で持ってくるんだよ。で、このままこう足はね、少し後ろにドロップステップするような感じで、こうやってここからゴー、そう、そのまま走り始めれるように、そう、そうそうそう、ああ。